みんなを愛したサンタマリア、プレイしていきたいと思います。はい、どうもシアンです。こちらのゲーム、前回プレイしていたシュウヤンがやったのはエストリアの僧帽とウトピアの僧帽の、あの独特の世界観を持っている作者さんのシリーズゲームとなっております。もうプレイするしかないよね。絶対面白いよね。で、シリーズ名としてはサンタシリーズらしいですね。まあ早速プレイしていきましょうかね。ニューゲーム。絶対暗い感じだぜ。ストリアの時びっくりしたもん俺。いきなり主人公足ないとこからスタートってびっくりしたもんね。罰年、罰月、罰日。近年治安の悪化が問題視されているロザリア村。ロザリア村。この村では獣に食い荒らされたかのような死体、原型をとどめていない死体、残虐な拷問を受けたと思われる死体、マジ？身ぐるみを剥がされた死体が発見されるなど、悲惨な事件が多発している。とんでもない村だな。世紀末やん。そして今度は、この村の、うらららで殺人事件が起こった。被害者は、うらららら。多分オープニングの子かな？この何々の何々は、未だ行方不明のまま。警察は行方をくらませた、何々の行方を追っているが、未だ何も明らかになっていない。誰だ？主人公か？何このちょっと指にはめるタイプの人形みたいな。可愛いんだけど。早く行かないと。みんなが待ってる。表情暗いね。何これ？このデフォルメキャラ可愛いんだけど。とりあえずこっち見てみるか。鍵がかかっている。こっちは？あ、鍵がかかっている。全部鍵かかってる。こっちも？いけない。じゃあ上に行ってみるか。ストリア、ウトピアやったから知ってるキャラ一人ぐらい出てくんのかな？全く世界観違うのかな？どうなんだろう。フィロメーナの部屋。君がフィロメーナ？かわいい。あら、エミリオ、ごきげんよう。フィロメーナ姉さん、探し物は見つかったかしら？これから探す。せっかくみんなで遊ぶんだもの、楽しみましょうね。何して遊ぶんだろうか。ここにも可愛い子ちゃんが。ルカ兄さん、男だった。遅い。ノロマはバカ弟だけで十分だ。遅くなっちゃってごめんね。まあいい、この遊びもバカ弟のわがままだしな。付き合ってやってくれ。うん、頑張るね。弟くんがいるんだね。ラーラとネロ兄さんの落書き、結局消さなかったな。デカデカと書いたね。ラーラってキャラもいるんだね。ここに弟いる。ルカとネロの部屋、鍵がかかってる。ダメやん。あ、主人公の名前はエミリオか。はいはいはい。まあ、ちょっと会いに行くか。あ、また可愛い子ちゃんが。あ、で君がラーラちゃんね。一回焦って焦ってねえわ。ダッシュできるかと思ったけど。可愛い。あ、エミリオだ。ヤッホー。ウィス。ラーラ、エミリオが見つけちゃったら遊びも終わりだから寂しいね。だからあまり早く見つけちゃやだよ。これ隠れんぼ中か何か。あ、君弟かよ。あ、なんか雰囲気が全然違う。ネロ兄さん、双子かもしかして。悪いな、準備に手間取っちまった。おかげさまでルカにもノロマやら鈍足なめくじやら散々罵られたよ。ひどい言われよ。ご愁傷様。とんだお兄様だよ。まったく。母さんは？ん？ああ、下にいると思うぜ。お前に会いたがってたぞ。会いに行くか。これはシスター像。女性の像が悲しげに佇んでいます。よくおとぎ話に出てくる悲願の賢者ロザリアだ。母さんは毎日ここでお祈りをしてたけど、何をお願いしてたんだろう。一体何やろうか。こっちはエミリオの部屋。僕の部屋だ。入る。鍵かかってる。なんで？本当なんでだよ。エミリオと同じ反応しちゃったわ。なんでって言っちゃった。え、遊びって結局何？かくれんぼする？他の子供たちの部屋にも入れないしな。あ、てかお母様が会いたがってたって言ってた。ってことはお母様をまず探さなきゃいけない。あ、いた。あ、美人。母さん、愛しいエミリオ、可愛いエミリオ、気分はいかが？大丈夫。それより僕たちのわがままを聞いてくれてありがとう。いいのですよ、みんなで楽しく遊んでらっしゃい。はーい。私はここで待ってます。ずっとずっと待ってますよ。うん、なんか意味深な言い方じゃない今の。ずっとずっと待っている。一体それはどういうこと。まあ、とりあえずみんなと遊ぶか。え、暗いよ。急にどうした。あ、今日の遊びは宝探し。みんなが隠したものを僕が見つけたら勝ち。そこでゲームは終了。さあ行こう。これは？でも他の人の部屋は入れない感じ。入れないね。じゃあ外探すか。あ、なんかなんで真っ暗なの。
俺からヒントはまだやらん。もう少し考えてから来るんだな。ちょっとだけ甘えるな。うん。これ何？キネちゃんの悪化が問題視されていたロザリア村。この村では獣に食い荒らされたかのような死体。あ、オープニングで見れなかったところが見れるんだね。原型をとどめていない死体、残虐な拷問を受けたと思われる死体、身ぐるみを剥がされた死体が発見されるなど、悲惨な事件が多発している。あ、違うわ、やっぱ読めなかった。そして今度はこの村の何々で殺人事件が起こった被害者は、まあ、わからずか。ところどころ文字がかすれていて読めません。なぜかすれているのか。こっち？やっぱ入れないんだよな。難しくね？逆にどこに隠したの？この何もない部屋に。あ、この銅像の裏とか怪しいな。まあ、キャラに話しかけるか。宝探し、宝探し、エミリオの大切なもの。お、人の大切なもの隠したんか、お前。隠しちゃった、隠しちゃった、エミリオの大切なもの。オンチ、ひどいひどい、チェッチェだよ。もうヒントあげない。チェッチェって何？可愛いんだが。君は？お、やっとゲームスタートか。僕のはどこ？それを探すのが今回のゲームだろ。そうだな。フィロメーナなら何か知ってるかもしれないぞ。だからこれやる。部屋の鍵1を手に入れた。頑張れよ。あ、やっぱ部屋の探索はできるんだ。まあ、そうだよな。部屋に隠せなかったらあんまりここ隠す場所ねえもんな。一応ここ調べとく。ロザリアだ。あー、変わらずか。で、フィロメーナに会いに行けって言ってた。そういえばフィロメーナいなかったよね。あ、自分の部屋にいるもしかして。鍵かかってる。フィロメーナっつうとこっちか。はい。あ、いた。あ、おー、なるほど。ちょっとこれ問題ありな感じの部屋だね。なんか闇抱えてそうだね、この部屋は。いらっしゃい、エミリオ。フィロメーナ姉さん、僕のはどこ？それを探すのが今回の遊び、宝探しですわ。ですが、ヒントを差し上げてもよろしいですわよ。その代わり、一つお願い事を聞いてくださいまし。お願い事？この前私が埋めたお方、金歯を差し込んでいたらしいのです。私それを回収し忘れてしまったの。それを持ってきてくださらない？わかった。ちょっと待っててね。ここ絶対やばい施設だね。金品が散らばってる。ヒロメーナ姉さんのお金好きは相変わらずだね。シスターこれ許容してるの？許してるの？ダメじゃない？あるところにみんなの願いを叶えてくれる賢者様がいました。彼女の名前はロザリア。悲願の賢者と謳われる美しく優しい女性です。ロザリアさんか。これさ、あの新聞にあった身ぐるみを剥がされたとかって書いてあったじゃん。多分この子がやったってことじゃん。だから、その、なんて言えばいいんだろう。あの新聞に載ってる事件全部この子供たちが関わってるってことじゃないかな。ってことはあの子供たちの中に、なんだろう、人食うやつもいるのか。やべえな。袋に金貨が詰め込まれています。きっとこの中に姉さんが、この前僕たちから盗んだお金もあるんだよね。ごめんなさいですわ。返してよ。僕はいいけど、ルカ兄さんはまだ怒ってるよ。すごく怒ってますの？すごく怒ってる。姉さん、あれ以来ルカ兄さんに主戦度って呼ばれてるのを気づいてないの？あらあら、全然気にしてないね。これ何これ？血まみれの金貨や金目のものが詰め込まれています。フィロメーナ姉さん、これ、磨くの忘れてましたわ。このままだと売れないのですけど。もう必要ありませんね。必要ない？どういうことだ？なんか意味深だぞ、今のセリフ。あったよね、新聞に金品っていうか、身ぐるみを、みたいな。ほら、獣に食い荒らされたってことで、やっぱ食うやつがいるんだよな、人肉主義が。またカニバリズムか。ストリアの時にかなり食い荒らしたかんな。食い荒らしたっつうか、主人公の足食ったかんな。あれ？死体ってどこにあるの？こっち？金馬がどうとかって。フィロメーナ姉さんのお金好きにも困ったものだなって思って。あの子の金品に対する執着は少し特殊ですから。でも友達の財布を盗むのはどうかと思うよ。この前僕もいつの間にか取られてたし。まったくあの子は仕方のない子ですね。でもあの癖さえなければ面倒見のいい優しい子なんですよ。そう、あの悪魔さえなければ。なんか意味があるのかな。何か過去にあったから、金品にやたらと執着してるってのはあると思うけど。奥歯どうやったら取りに行けるの？え？何？どっかにその死体安置室ってのがあるのかな？ここもしかして。
鍵かかってるってよ。え、どうしたらいいの？姉さん、埋めたお方。埋めたって、なにどこにいるの？その埋めた場所を教えて。こっちはないよね。ララなんか知ってる？え、フィロメーナ姉さんはお金が大好き。でも母さんはそれが悲しいみたい。なんでだろうね。ね。まあ、お金好きなのはな。まあ、シュウヤも好きだしな。あれ、なんか二人いる。どうした？この前埋めたやつの金歯？村長の変態息子のことじゃないか？変態なんだ。本当に気持ち悪い野郎だったな。材料にもなりゃしない。ああ、絶対なんかやばいことしてるこれ。ルカ兄さん、僕姉さんに頼まれたことがあるんだけど。どうした？主戦道に無茶を言われたか？本当に主戦道って呼ばれてる。無茶ってほどじゃないんだけど、この前埋めた人の金歯を取ってきてって言われたんだ。ああ、あのやりたい放題の気持ち悪い村長の息子か。庭の鍵なら俺が持ってる。これを使え。お、手に入れた。じゃあ行くか。宝探し大変だな。なんか自分の大切なもの隠された挙句お使いまでさせられるで。主人公踏んだり蹴ったりなんだが。ね、これ外出れる？え？どこの鍵なの一体？ここかもしかして。違う。え、なにどこで使う鍵？アイテム。庭の鍵。2階庭の鍵なんだ。ってことはこっち？あ、開いた。おお、すげえ高いところに墓がある。どこにある？キンバー。まあ、一応埋葬してるだけまだマシと考えるべきか。あ、はい。もう、エミリオもなんか トラウマ植え付けられるって。掘り起こしてる。姉さんが言ってたのはこの死体だね。ちょっと腐りかけてる。うわ、音。やばいな。この世界の子供たちやべえな。ちょっと倫理観狂ってる。死体見ても何とも思わないという。はい。じゃあ一応金歯持ってきたよ。どうぞ。姉さん、これ。あら、ありがとう。これが心残りでしたの。ねえ、僕のはどこ？ヒント教えて。そうですわね。ルカとネロなら知ってますわよ。それ、ずるくない？ヒントじゃないよね。ずるくないですわ。これ、差し上げますわ。頑張ってくださいまし。矢の鍵に。で、これじゃあルカとネロの部屋に入れる？でもあの二人なんか、女だ。母さんには本当に感謝してますわ。私を引き取ってくれて、治療費まで出してくださったんですもの。仕方ないですわ。私の家は貧しいのですから、私もお金を集めなければなりませんわね。いや、やっぱなんか過去に何かあった風だ、これ。ところで、いつになったら母様と父様は、私を迎えに来てくださるのかしら。売られたのかな、これは。これも入れなくなるとか？あ、そんなことがなかった。おそらくルカとネロは部屋で遊んでますわよ。いつものあれで。絶対やばいやつじゃん。え、ルカとネロってあの金髪の人たちだよね。違う？もう、くさい。また兄さんたちあれ作ってるの？ラーラの部屋も似たようなものだと思うけど。そんなことないよ。チェーだよ、チェー。絶対やばい。ラーラとルカネロはやべえってことか。いなくなってる？あ、いなくなってるわ。じゃあ部屋に戻ったんだ。え、もう何して遊んでるの一体。もうゾッとするんだけど。開けるよ。ルカとネロの部屋。いや、もうやばいってこれ、本当に。相当悪趣味だった、この二人。やば。ストリアの僧帽にも顔の皮集めてたやついたけど。いや、顔の皮ではなかったな。皮集めてただけだったな。ボスコは。やば。これとかやばいっしょ。ここら辺も超やばい。あまりこの部屋には来るなと言っただろ。ごめんなさい。でも、姉さんが、二人がヒントをくれるって。具体に聞け。わかった。あ、なんかある。これもちょっと見とくか。ある日、賢者様は、一人の少女に出会いました。賢者様、悲願の賢者ロザリア様、どうか私の願いを聞いてください。賢者様は言いました。いいでしょう。しかし、願いを叶えるには、対価が必要です。願いを叶える代わりに、あなたは何を捧げますか？何を捧げればいいんでしょう。兄さんたちの作品だ。悪趣味がすぎる。なあなあ、見てくれよ、これ。すごくね、すごくね。すごいね、匂いが。匂いじゃねえよ。作品を見ろよ、作品を。たくさんの部品かき集めて作ったんだぜ。ただ集めて組み合わせただけじゃない。最高のパーツ選びにも苦労したんだ。な、ルカ。ああ、もう気が済んだか。まだまだ、これはまだ完成じゃないんだ。これネロってやつがおかしいのか？で、ルカはそれに付き合ってるだけ？
どう対応するべきだこれ。何が足りないの？てか、また墓掘り起こせって。もし良さげなのあったら持ってきてくれよ。そうしたらヒントやるからさ。わかった。てって言われたけど。わがままに付き合わせて悪いな。いいよ、気にしないで。俺はいい。その代わりアホ弟のわがままを聞いてやってくれ。わかった。バカだったりアホだったり忙しいな、弟。なんか手ある？兄さんたちの作品の材料探しているの？それなら食堂にあるんじゃない？ほら、エミリオが残したやつがあった気がする。そうだっけ？そうだよ、忘れちゃったの？それで食堂の鍵は？隠したよ。なんで？なくしたんだね。隠したの？隠したんだってば。探さないといけない感じ？なんか出てきてる。やば。エミリオ、手食べられなかったんだね。人肉してるんだ。この子たちみんなカニバリズムしてるんだ。やばいな、この作者さん。基本的にみんなカニバリズムなんだけど。ルカとネロは美術品を作るのが好きなのね。材料集めも大変でしょうに。なんで僕たちは材料にしないんだろうね。まあ、なんてひどいことをおっしゃるの。二人が私たち家族を殺すなんてひどいことをするはずはありませんわ。そうだね。本当に？なんかいずれ他が外れてやってきそうだけど。あれ、食堂の鍵がないとか言ってたんだよな。ある？エミリオ、次は誰の部屋へ行くのですか？ルカ兄さんとネロ兄さんのところ。姉さんが兄さんたちならヒントくれるって。エミリオは二人のことどう思ってますか？ん？ルカ兄さんは口は悪いけど年下には優しいし、ネロ兄さんは精神年齢は低いけど一緒に遊んでくれるから好き。まあ部屋が匂うのは勘弁してほしいけど。それに僕は二人だけじゃなく、姉さんもラーラも母さんもみんな好きだよ。そうですか。私もあなたたちのことが大好き。ずっとずっと愛していますよ。うん、愛を語られた。嬉しい。で、鍵がないんだけども。多分食堂は1階だろうな。で、ラーラがなくしてる。でもだよな。あと他に、調べられるとこなんてないしな。ここ？悲願の賢者ロザリア。実は自分の部屋の鍵が開いてないと。じゃあネロたちに聞いてみるしかないよね。あとそれ以外探索方法がないし。おい、なんか知らないか。やばいこの部屋。若弟のわがままに付き合わせて悪い。ダメだな、セリフ変わらず。いい材料持ってきてくれよな。は、バカじゃねえの。家族の手を切り取るなんてそんなひどいことするわけねえだろ。優しいと考えるべきなのか、どうだろうか。これ読んだっけ？あ、これ読んだな。ララ本当にわかんない？あ、この辺なの？これも宝探しだよ、頑張って。めんどくさいんだね。わかったよ。知恵バレたか、知恵知恵。あ、あった。早い。ララってば、こんなところに落としてたんだね。ララもでもこんな可愛いけど結構やばいことしてるんでしょ。一番最初の部屋が一番無難な気がしてきたんだけど。なんか一番許せそうな気がする。もういっか、こっち行こう。あ、こっち8階か。1階降りて、多分こっちか？あ、違った。じゃああっち？あ、いた。食堂の鍵。ああ、ここまでは普通の食堂だけどね。絶対血みどろだよね、この先。やばすぎだって、これ！手残ってる！原型をとどめていない死体が横たわっています。まだそこまで腐敗が進んでない。この手なら大丈夫かな。死体の手を手に入れた。やばいって。傷んじゃっててひどい匂い。引き裂かれた心臓が置かれています。そういえば料理の途中だったっけ。やばいってこの一家。みんなで人間食べてるんだ。このお母さん、ロザリアも、こんなに真っ白で、清楚で、なんか聖母みたいな感じ出てるのに。ストリアもそうだよな。あんなに美しくて聖母感あったのにやってることグロかったかな。はい、来たよ。持ってきたよ。お、持ってきてくれたか。サンキュー。これでよしと。どうだ、かっこいいだろ。臭い。もう芸術がわからんやつだな。それより、僕の、どこ？ラーラなら知ってんじゃねえの？また、さっきからみんな教える気ないよね。だって、みんなで遊ぶの最後じゃん。最後？なんかあったっぽいな、これ。ちょっとでも楽しい時間を長く感じていたいじゃねえか。うん、そうだね。というわけで、はい、これ、受け取りな。部屋の小木さん、
時間はたっぷりある。頑張れよ。で、これでラーラの部屋に入ると、絶対やばい部屋じゃん。お、どうして母さんは泣くんだ？あいつらだって俺たちを見せ物にした。だから俺も同じことをしているだけなのに。なあ、俺悪くないよな。ルカもそう思うよな。ん？何何今の意味深な。え、何何急にどうした？え、なんかさっきと違くない？なんか部屋がおかしかったんだけど。ラーラは俺たちの部屋が臭いって言うけど、あいつの部屋も臭いだろって言うね。だよね。お前もだよ。あ、ああ。エミリオもなんだね。エミリオも普通ではないんだね。我ながら最高の敵だ。これを世界中の人たちに見せてやれないのが残念だ。兄さんのセンスは特殊すぎるよ。そうか？母さんは褒めてくれると思うぜ。でも母さんは俺たちの作品を見るといつも悲しそうな顔をするんだよな。なんでだろう。お前はそれがわからない子供なんだ、このクソガキ。なんだと？お兄さんはあんまり悪いこと、 あんまりっていうかわかんないけど加担はしてるからあれだけど、どんどん怖くなってってる。部屋の構造変わってんだけど、どういうこと、どういうこと。いなくなってるし、なんでこんなホラーチックになってんの。調べることもできなくなってる。え、マザーだっけ。ロザリアいる？はいる。こっちはまだ普通だ。じゃあラーラの部屋行ってみる。エメリオとラーラもやべえっつってたかんな。いや、この純真無垢な少年が一体何をしてるのかマジ気になる。入るよ。あー、やばいねこの部屋も。拷問とかしてたのかな、もしかして。少女は言いました。どんな犠牲もいといません。どうか彼を死の病から救ってください。少女は幼なじみの少年を助けるために賢者様に願いを託しました。そして賢者様はその願いを叶えました。その日から少女は笑わなくなりました。何何、どういうことなの。頭部を砕かれた、え違うな、頸部か、頸部を砕かれた頭部が置かれています。うん、なんか早口言葉みたい。頸部を砕かれた頭部、頸部を砕かれた頭部、切り取られた指が置かれてます。ラーラもやばい。ねえ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 、聞いて、大変なの。ねえ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 、急に壊れたね。怖いんだけど。どうしたの？私のナイフがないの。あれがないと気持ちよくなれないのに。どうしよう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 。いつものナイフだね。僕が探してくるよ。ありがとう。ちょっとおかしくなってるね。これ刺さってんの違うの？違うっぽい。ナイフ？ナイフがあるならキッチン。あ、みんな集合してる。あらあら、ラーラはナイフをなくしてしまったのですね。どこにあるか知らない？この前お風呂場で洗っているのを見かけましたわ。どうぞこれを。みんな鍵持ってんな。ラーラのやつが風呂場を血まみれにしたから大変だったんだ。アホ弟もふざけて一緒に遊びやがったから汚さも2倍だ。ルカ兄さんが掃除してくれたの？俺ができるわけないだろ。グテーにやらせた。そうなのか。なんか足に障害があるんかね。なんかあんまり自由に動けなさそうな雰囲気だよね。足あるてか、もしかしてないか。ちょっと意味深だなこの二人。ラーラのやつまた変になっちまった。あの癖なんとかならねえものかな。兄さんの癖も大概だね。あ、まあでもこの主人公エメリオ、エミリオ、毎回どっちか分かんなくなる。エミリオもやばいってことなんだよな。風呂場は多分1階の左かで血まみれなんでしょ。ラーラが汚したって言ってたもんな。はい、あ、一応話しかけるか。エミリオ、ラーラは無邪気で元気な優しい子。急にどうしたの？あなたはラーラが怖くありませんか？どうして？たまに手に負えないくらい元気だけど、一緒にいて楽しいよ。そう、それならよかった。あの子はかわいそうな子です。どうか怖がらず、愛してあげて。もちろんだよ。優しいな、主人公。風呂場の鍵を使いました。あれ、普通だ。綺麗に掃除されている。水の中に何かが沈んでいます。ラーラのナイフ。ルカ兄さんとネロ兄さんの石鹸だ。二人とも喧嘩すると石鹸を投げ合うから消費が激しいんだよね。そうなんだ。フィロメーナ姉さんの石鹸だ。いい匂いがする。ラーラ？ラーラが自分で作った石鹸だ。変な匂いがするけど、材料は何だろう。石鹸の合間から骨らしきものが見えます。ラーラやばいね。人間の体でいっぱい遊んでるね。作った。で遊ぼうな子なんだねきっと。こんなダークな作って遊ぼう初めてだわ。じゃあ一応ラーラにナイフ持ってきたよ。あー、もうグロいこの部屋。あー、私のナイフ、父さんたちが、父さんたちが私を刺した大切なナイフ。
ああ、なんかやばそうだね。発言が一つ一つやばい。やめ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 。痛い痛い痛い。気持ちいい気持ちいい。痛気持ちいい。やっぱりこのナイフが一番最高に気持ちいいの。やば。やめろやめろ。リスカ女子やめろ。ありがとう、エミリオ。痛くて気持ちよかった。やっぱ痛いのは最高の快楽だよね。ド M。私、痛いの嫌い。でも、痛いの気持ちよくて。あれ？あれれ？あ、拷問してるのはこの子なのか。ってことはエミリオが食ってるのか。とにかく気持ちよかった。お礼にこれあげる。これエミリオの鍵でしょ。ねえ、エミリオも気持ちよくしてあげようか？やめろやめろ。やめて。チェー。チェチェチェのチェーだよ、本当に。部屋変わるんじゃない？構造。痛いのは嫌い。お父さんもお母さんも私に痛いことをした。その次のお家でも痛いことをされた。だからね、痛いのは悪いことじゃないって思うことにしたの。痛いのはいいこと。痛いのは気持ちいいこと。痛いのはいいこと。痛いのは気持ちいいこと。壊れてる。だからね、みんなのことも気持ちよくしてあげたいの。やばいって。元は普通の少女だったのに、悪意ある大人たちのせいで壊れちゃったんだろうな、きっと。お金がなければ生活できない。お金がなければ何も買えない。お金がなければ自立できない。お金がなければ何もできない。世の中金ですわ、達観してる。そう思っていましたわ。おっと、なんだなんだ、その最後が意味深だぞ。母さんは俺たちのこと、愛してるって言ってくれたけど、俺たちの癖や習慣のことはどう思ってるんだろうな。たくさん泣かせちゃったね。あ、なんかお別れの時が迫ってんな、これ。これでみんなと遊ぶのも最後か。でも、母さんが言ってた。最後だからこそ楽しみなさいって。だから、ちゃんと見つけろよ。うん。いやー、怖いな、この部屋。エミリオの部屋。あー、もうだいぶ黒かった。しっかり食べてる。もう骨が真っ白、綺麗になるまでしっかり食べてる。少年は病が治りました。しかし少女は喜びませんでした。感情を失った少女は、ただぼんやりと青い空を眺めていました。少女の笑顔を取り戻したい少年は、村の中心で叫び続けました。悲願の賢者様への願いを、少女を思う強い気持ちを。何何、どういうことなの？無言なんだけど。人の骨があります。人の骨があります。すっごい一言。腐った肉。片付けるのを忘れてた。人の骨。これ何これ？なんか作品作ってたの君も。美味しそう。やっぱ食べてたんだ。いただきます。やば。おい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 、やってることやってること。おい、全部食った。ごちそうさま。結構大ぐらいだね。肉の中に何か入ってる。院長室の鍵を手に入れました。きっとあそこに僕のあれが。やっと終わる。何僕のあれって、部屋出たら絶対やばいっしょ。お腹すいた、お腹すいた。母さん、お腹すいた。野菜は嫌い、お肉は大好き。でも一番好きなのは人のお肉。ああやばいやばい。もう時計の音もしなくなった。みんないなくなってるし。喉が枯れても少年は叫び続けました。賢者様にその願いが届くと信じて。けれどすでに旅立った賢者様にその願いが届くことはありませんでした。泣きたいほど青い空に少年の悲痛な声だけが響き渡りました。どういうことなこれ。エミリオはもう死んでるとかそういう話？エミリオじゃねえわ。エミリオ以外死んでるって思ったけど、ラーラ元気そうだ。母さんはね、天国は気持ちよくて素敵なところで、地獄は痛くて嫌なところだっていうの。でも痛いのは気持ちいいことで、痛いのがある地獄はいいところで、でも母さんは嫌な場所だって、あれれ？痛いってなんだっけ？やめろやめろ、気づいてしまったら君が壊れてしまう気がする。各自部屋の前で黙ってる。俺、自分の作品には自信があるんだ。でも母さんやルカは、俺の作品を見て、いっつも悲しそうな顔してた。もっとすごいの作れば、笑ってくれると思ってた。でも、俺、何がしたかったんだっけ？わかんなくなってる。エミリオ、お前は幸せだったか？うん、みんなと母さんと出会えた。それだけで十分。そうか、でも俺たちと出会った人は不幸になったな。確かに。うん、ごめんなさい。過ぎたことは仕方ない。地獄でまた会おう。あ、もう察してるな。なんか悪化してない？気のせい？何かあるか一言。
終わりが近いですわね。寂しいですわ。僕も寂しい。私、お金が一番大切でしたの。お金で取り戻したいものがありましたから。でも、今一番大切なのは、ここにいるみんなってことか。お母さんはでも普通なのか？なんかありそうだよな。愛しいエミリオ、可愛いエミリオ、そんな悲しそうな顔をしないで。ごめんなさい、マリーア母さん。全部僕たちのこの癖が悪いんでしょ？僕たちのこの癖を見るたびに、マリーア母さんはいつも怒った。いつも泣いていた。ごめんね、マリーア母さん。ごめんね。悲しまないで。私はそれでもあなたたちを愛しています。たとえあなたたちが地獄に落ちたとしても、ずっとそばにいます。ずっとずっとあなたたちを愛していますよ。さあ、そろそろ時間です。行ってらっしゃい。うん、行ってきます。なになに、どういうことなの一体。お、世界観独特すぎるよ。院長室の鍵使った。え？エミリオは死んでいた？そういうことになるのかこれ。花に囲まれたエミリオの遺体が安置されています。やっと見つけた。やっぱみんな死んでるとかそういうことなのか。これで宝探しも終わりだね。これはマリーア母さんの日記？エミリオ、強盗殺人犯の両親のもと、貧しく不衛生な、環境で育てられる。殺人の証拠隠滅のため、両親が殺した死体を食べさせられる日々を過ごしていた。ああ、そういうことなんだ。もう最悪じゃん。エミリオ、被害者だったんだな。症状、定期的に村の人を襲い人肉を食らう。動物の肉を多めに与えつつ、徐々に野菜も摂取できるよう毎日料理及び調理法を工夫していく。治療法とか考えてくれてたんだ。以下、たくさんの調理法や料理に関しての知識が書き込まれています。結果、未だ改善は見られず。マリア母さん必死に悩んでたんだな。ごめんね、マリア母さん。みんなの分あんじゃないこれ。あ、ほら、ラーラ。幼少期に両親から虐待を受け、親戚に引き取られるもそこでも虐待を受ける。毎日の苦痛から逃れるため、痛みを快楽として感じるようになった。そしてその快楽を人に与えることを喜びとしている。悪意がないんだよな、きっと。村人をさらい拷問する。やっぱり、カウンセリングを中心とし、倫理観の欠如を補う教育を進める。未だ改善は見られず。いや、もう必死じゃん、お母さん。助けたくてしょうがなかったんだな。ルカとネロ、とある違法サーカス団の奴隷として、ショーに利用されていた双子の兄弟。兄のルカは、ああ、だから足なかったんか。切断症によって足を失い、弟のネロは左目を失った。だから隠してるんか。少女を人を殺し美術品の材料とする。そしてそれを鑑賞する。兄ルカの症状は軽度。ああ、やっぱりか。なんかそれっぽい猟奇的な感じなかったもんな。絵画や彫刻など様々な芸術品に触れる機会を作る。またカウンセリングを通して、生き物は芸術品の材料にしてはいけないということを教えていく。未だ改善は見られず。つら。フィロメーナ、貧しい農家の家に生まれる。保険金目当てで両親に殺されそうになり、その際に片手を失った。そうなの？気づかなかった俺。それでも両親に対する愛情は失われず、お金さえ集めればまた両親が戻ってきてくれると信じている。戻っては来るだろうけど、フィロメーナのことは見ないと思うんだよな。金しか見なそう。ろくでもない親。村人を殺し金品を奪い取る。定期的にお小遣いを渡す。同時に働いてお金を稼ぐことの大切さや、強奪は犯罪だということを教えていく。改善は見られず。助けられなかったんだな。じゃあ最後話すか。花に囲まれたエミリオの遺体が安置されています。周りの花はみんなが置いてくれたのかな。これはどうしたらいいんだ。一回外出たらいいんか。そろそろ行こうかな。なになになに、なんかあるんかな。でも何もないもん。行こう行こう。みんなが待ってる。罰年罰月罰日、近年治安の悪化が問題視されているロザリア村。この村では、あ、これ全部見れるんじゃないか、事件が発生していた。そして今度はこの村の孤児院で殺人事件が起こった。被害者は孤児院の子供5人。この孤児院の院長は未だ行方不明のまま。警察は行方をくらませた院長の行方を追っているが、未だ何も明らかになっていない。院長が罪背負ったってこと？子供たちの罪。どうしてこうなってしまったのでしょうね。私はあなたたちを愛していた。
無邪気な笑顔で駆け寄ってくるあなたたちがどうしようもなく愛しかった。でもごめんなさい。私はあなたたちが罪を重ねるのを見ていられなかった。だから他の子たちももしかして部屋で寝かされてたんかな。愛しい子供たち、もし願いが叶うのならいつかの時代でどこかの場所でまた出会えたらいいですね。その時は間違えないように、このような結末を迎えないように。だからそれまでさようなら。おっと、これ助かるルートあるのか。ノーマルエンド、みんなを殺したサンタマリア。え、助けられるのか。でもどうやって助けたらいいんだろう。あ、来た。そんなのあったっけ。ヘミリオの部屋の引き出しのパスワード0815。子供部屋にあるヘイガンの賢者の物語を全て読むとパスワードが入力可能になる。そうなんだ。そしてエミリオの部屋の引き出しで手に入れたものを賢者の像のところに持っていくと、もう一つエンディング。ああ、分かった。じゃあ0815ちょっと見てみるか。コンティニュー。オープニングちょっと変わった？変わってないか。こっちかな？ 0815？ ちょっとみんなの部屋ちょっと見てみよう。あ、でもいないな。日記は全部見てるはずだから、多分もう、できんじゃねえか？パスワード打ち込むのは。0815。棚なんてあった？てか。全然記憶ないんだけど。あ、ここ？あった。0815。誕生日かな？父さんと母さんの骨。僕が食べた二人の。二人がいなくなったから、食べる必要はなくなったのに。母さんが悲しむから、もう食べたくなかったのに。どうしても、あの味が忘れられなかった。ごめんね、マリア母さん。遺骨を手に入れました。何何これ。じゃあそのうちなんかマリア母さんも食べちゃおうとか言い出すのかな。それはそれで恐ろしいぞ。ロザリアだ。母さん毎日お祈りしてた。おお、急に。え？エミリオ、私の声が聞こえるかい？誰誰？あなたは、もしかして。誰？え、急に？なんか来たぞ。なんか急に降臨したぞ。私は悲願の賢者ロザリア。君の願いを叶えに来た。どうして僕のところに？君は強い願いを持っている。だから私が来た。さあ、行ってごらん。君が叶えたい願いは何だい？僕の願い。また、みんなと会いたい。フィロメーナ姉さんと、ルカ兄さんと、ネロ兄さんと、ラーラと、そして、マリア母さんと。だが、君はもうすでに死んでいる。それに、君は多くの人々を殺めた。問答無用で地獄行き、転生することは許されない。けれど、私は悲願の賢者。対価を差し出すなら、君の願いを叶えよう。対価？あ、で、遺骨を渡すってこと？それなら僕は、満腹をあげる。満腹？いいだろう。叶えよう。何を食べても一生飢え続けるってこと？苦しいだろうな、それ。けれど、本当にいいのかい？君は多くの人の肉を、命を、未来を食べた。その罪を償うまで、飢餓に苦しむことになる。それも何十年も、何百年もだ。いいよ、僕にふさわしい罰だ。それに、みんなと、マリア母さんに会うためだもの。何千年でも、何万年でも、待ち続ける。ずっとずっと、待ち続けるよ。みんなと同じことを言うんだね。え？じゃあ子供たちはみんな罰を背負ったってこと？フィロメーナ、君の願いは何だい？またみんなと会いたいですわ。だって大切な家族ですもの。タイカは、そうですわね。財産がいいですわ。え？今まで集めた金銀だけじゃ足りない？仕方ないですわね。地獄で働きますわ。何千年も何万年も、許されるまで働き続けましょう。みんな自分の欲を差し出すんだな。それだけ家族を愛せたんだな。ルカネロ、君たちの願いは何だい？またみんなと一緒に暮らすこと、そしてたくさん遊ぶんだ。そうだな、またみんなと会いたい。フィロメーナ、ラーラ、エミリオ、そしてマリア母さん。もちろんこのバカ弟もな。お前な。え？タイカ？どうしよっかな。今まで壊してきた人間を直す。足りないならもっともっと直す。え？せっかく二人で作ってきた作品を壊しちゃうのか？それが俺たちの罪だからだ。そしてそれが罪だとわからないお前の無知もまた罪だ。
わかったよ。何千年も何万年も直し続けよう。そうだ、僕たちの罪が許されるその日まで。医者になる的な感じなのか。ラーラ、君の願いは何だい？そう、ラーラ一体何渡すのかわかんないよな。またみんなと会うこと、また同じ時代、同じ場所で出会って、ずっとずっと一緒にいるの。タイカ？そうだね、苦痛がいいよね。今まで痛みから逃げてきたんだもん。私の願いが叶うなら、何千年も何万年も痛みに耐え続けるよ。いやー、きついなそれ。マリア、君の願いは何だい？何を願うんだろう。それはもちろん、子供たちが幸せになることです。タイカですか？そうですね。この私の命はどうでしょう。子供たちを殺めた今、私に生きている意味はありません。来世のあの子たちの幸せのためにこの命を使えるなら、これ以上の幸せはありません。みんな本当にな、人のために考えたんだな。人のために自分の大切なものを譲れるっていうのはでかいことだよな。どうしたの？いや、他の人たちの願いを思い出していただけよ。さあ行きなさい、もう時間だ。うん、ありがとう。大丈夫、怖くないよ。だって悲願の賢者のあなたが約束してくれた僕の願いを叶えてくれるって。生まれ変わるんかな、別の何かに。そしてその罪を償い続けるってことか。いつかの時代で、どこかの場所で、きっとまた巡り合おう。めちゃくちゃ続き気になるやつじゃんこれ。ここからどうやって物語にまた派生していくんだろうな。シリーズものだからこの先のお話もあるってわけだし、想像がつかない。あ、左手ない。で、足、ごいごい、みんな血みどろ、みんなちょっと血みどろなんだけど。あれ、フィロメーナが左手なかったんだっけ。マルカ、で、ラーラ。ラーラは苦痛。苦痛をさ、一生、食らい続けるってしんどいよな。口を押さえてたのってそういうことだったんだてか。なるほどな。まあ、双子二人が意外と軽いってあれじゃないけど、まあ、医者として人を治し続けるっていうのを。まあ、でもあの二人にとっては治すことが苦痛なのかな。自分が苦しんできたのになんで人を助けなきゃいけないんだとか、そういう考えなのかな。何年何月何日。あれ？エミリオ、どこにいるの？エミリオ。エミリオだよ、名前。変わってないよ。あ、ラーラ？エミリオ、やっぱりここにいた。ラーラ、今日も花たちのお世話、エミリオの植物好きも相変わらずだね。なんか、怒ってる？怒ってないよ。エミリオが構ってくれないからって、怒ってないよ。怒ってるじゃん。怒ってないよ。チェーだよ、チェー。かわいい。足はでも相変わらずないんだな。なんかそれはそれで切ないな。これはどこなんだろう。地獄なのかな。それとも生まれ変わった後の話なのかな。のろまなエミリオのためにわざわざ迎えに来てやったんだからな。感謝しろよ。今日のおやつはクッキーだと母さんが言っていた。あまり帰りが遅いとお前たちの分も食うからな。母さん？なんだそれ。今日おやつあったのかよ。俺聞いてねえぞ。言ってないからな。くっそー、楽しそうだな。マリアいるんだじゃん。生きてるんだね。マリアだっけ。早く帰るぞ。母さんが待ってる。お兄ちゃんの椅子は俺が押してやるからな。やめろバカ。ネロ兄さんは全力で押しちゃうから危なっかしいんだよね。俺が押してやる。ララ。エミリオ、お家帰ったらいっぱい遊ぼうね。へへへ。かわいい。はい。エミリオ、お花のお世話もよろしいですけど、学校の宿題は終わりましたの？学校にも通ってるの？これからやる。金取ってる。よろしければ300リラでお手伝いしますわよ。冗談ですわ。相変わらずお金には飢えているな。じゃあお母さんに会いに行くか。さあ帰ろう。母さんが待ってる。お、マリーア母さん、お腹すいた。クッキーどこ？お前ら落ち着け。あらあら、お帰りなさい。クッキーはまだたくさんありますよ。やったー。でも、その前に言うことがあるでしょ？あ、そうだった。ただいま、マリーア母さん。ただいまですわ。ただいま、マリーア母さん。ただいま、クッキー。おい、エミリオ。
うん、ただいま、マリア母さん。はい、よくできました。お幸せやん。お帰りなさい、私の愛しい子供たち。トゥルーエンド、みんなが愛したサンタマリア、幸せそうで何よりなんだけども、これはその罪を差し出したことによってその子供たちの病気、精神的な病は治ったってことにつながるのかな。どうなんでしょうかね。まあでもこれでまだ終わらないからね、このシリーズは。ちょっと続きも気になっておりますね。どういう解釈をすればいいのかちょっと悩むんですけども。まあでもこれやっぱこの作者は独特の世界観を持ってますね。物語に引きつけられましたね。はい。ということで今回はここまでとさせていただきます。次回もこのサンタシリーズプレイしていきたいと思いますので、この動画が気になる人はぜひぜひ続き確認してみてくださいね。うん。この4人、5人か、また出るのかな？どうなんでしょうか？それじゃあ、シュヤンでした。またね。